皆さんおはようございます。先ほどウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀の最終回が、ついに公開され、この楽しかった10週間が終わってしまったということでね、非常に寂しいんですけど、まあだいたい予想通りの終わり方になったかなと思います。こう次回につながるという流れでね、でエンディングの後に、この続きがどこでまた見れるのかということで、次回の新しいウルトラマンなのか、はたまた幻のウルトラマン Z の劇場版なのか、いろんな憶測がありましたけれども、一応次回作制作が決定ということなので、ウルトラギャラクシーファイトの新しい新シリーズという形になるようですね。で引き続きウルトラリーグの仲間集めとかも行われるようですし、今回の作品でもかなりマニアックなキャラクターが出てきたんですけども、今後どんなキャラが合流するのか、もうね予想が膨らみすぎてもう楽しみですね。そしてあのラストに出てきた謎のキャラクター、目がちょっとセブンっぽい感じだったので、いろいろねセブン X なんじゃないかとか、闇落ちするゼロなんじゃないかとか、それとも平成セブンなんじゃないかとか、もういろんなね説がもうすでに、立ってますけども、まあ、どれでも面白いですけど、もしかしたらあれが今度の新しいテレビシリーズのウルトラマンになる可能性もありますよね。というわけでですね、今後もどんどん世界観が広がっていくんだと思うんですけど、これからウルトラリーグの仲間っていうのはどういったメンツが来るんでしょうかね。まあニュージェネレーションも合流していくという流れになるのかな。それと今回僕が予想してたけど出なかったウルトラマン USA とか、平成ウルトラマンのキャラクターもぜひ合流してほしいんですけども、もしかすると番外的なキャラクターとして他のつぶらやヒーローも参加する可能性もありますよね。いや正直ここまで何でもありなあの設定をこう作ってくれたのでね、いやこれは便利ですよ。タルタロスの、今後スカウトする敵キャラも気になりますしね。いやなんかこういい意味でも二次創作的な、キャラクターが多いですよね。というわけで今後次回作のアナウンスもね、どんどん情報が公開されると思うので楽しみに待ちましょう。いや公式様がこういった、楽しいものを供給してくれると生きがいが増えますからね。いや健康になりますね。はい、というわけで今回はウルトラギャラクシーファイト次回作決定ということで、そのですねまだ何も情報は明らかになってないんですけども、動画にさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。